白木敦子と申します。こちら19階のレセプションエリアと会議室エリアの清掃を担当させていただいております。こちらで働いて7年になります。初めて、はい、やはり清掃の依頼がありまして、初めてオフィス内に入らせていただいたんですけれども、普通の執務室、机以外の空間ですか、なんてお呼びするんですかね、リフレッシュゾーンなのか、そういう空間のセンスの良さというか、そういうのを見て楽しいなと思って、で次々とエリアがどんどん拡大してオープンするたびに、また違った表情があったので、見るのが、入るのがすごい楽しかったです、はい、私が気に入っているエリアを今からご紹介します。こちらの雲エリアになります。こちらのアマゾンオリーブと名付けられた微生物と共存する植物らしいんですけれども、こちらの鉢植えと雲のオブジェ、こちらを通して、ちょっと今カーテンが閉まってしまってるんですけども、カーテンが開いて朝の天気のいい時ですと富士山が綺麗に見えるんですね。それをこちらから見る角度がすごい大好きです雲ですね